焦らずゆっくり行きましょう。決めちゃいました。悩みますよね。決めちゃいました。いろいろな設定を変更できるんですよ。失った時間は取り戻せないぞ。これだな。真の蛇女子選抜メンバーの物語だ。やばそうね。これで全員かしら。とりあえず座って。ずっと思ってたんだけど、忍びの盆踊りっていう名前ダサくない？それが私たちを集めた理由か。忍びの盆踊りじゃなくて別の名前にした方が楽しいかなって思ったのよ。だって今のままじゃ盛り上がりに欠けるじゃない。そう、忍びの盆踊りって悪くないネーミングだと思うけど、古さの中に今があるっていうか、今仏教が熱いみたいな、一周回っていい感じじゃん。他に異論はないかしら。あるならどんどん言ってもらいたいんだけど。
異論はないみたいね。じゃあ別の名前にするってことでいい？うん。で、どんな名前にするの？そうね。例えば私が考えたのは、ドキ忍びだらけの水上運動会。っていうのはどう？うん、祈り運動会大好き。あたいもいいと思うぜ。ただしその名前の後にポロリもあるよ。もう追加してくれ。ルールも変更して運動会形式で櫓を壊していくみたいな感じ。どう？殺伐としてなくて楽しそうだし、簡単に終わりそうでしょ。いいや、簡単に終わるなんてダメだ。黙れ紫。終わらない夏、終わらない雅の水着、それを僕は断然支持する。私ももう少しここにいたい。元の生活に戻ってしまったら、海産物の食事は終わりになってしまいます。ヨミの言うことも一理あるな。正直辛い野草三昧の生活は。ホムラちゃん、その言い方野草に失礼です。え、お前が海産物の方がいいって言うから。海産物であれ野草であれ、私は一切の食べ物に差別も区別もいたしません。野草に失礼です。ちょっと待って。そうですわ。うるさい、うるさい。何ですか？私はお腹にたまるかたまらないかが重要なのです。何？失礼です。待って。楽しい感じにするのはいいと思うよ。でもだったら、ドキ忍びだらけの水上運動会ポロリもあるよに変更決定ね。じゃあ早速始めちゃうわよ。ドキ忍びだらけの水上運動会ポロリもあるよ。待ってください、はるかさん。本当にそんなゲームみたいな感じ
感じで進めるんですか？そうよ、もう決まったことなんだから。しかし別に参加したくないなら無理にとは言わないけど、でもユミちゃんが勝負から逃げるなんてね、ちょっと意外だったわ。別に逃げるとは言っています。やっぱりそうよね、さすがユミちゃんだわ。じゃあ始めましょうか。まんまと乗せられてしまったな、ユミ。申し訳ありません。ユミちゃん、謝ることないって。みのりは運動会やりたいもん。こんな勝負なら大歓迎だよ。それじゃ始めるわよ。第一種目はパン作り競争よ。パン食い競争じゃなくて？そうよ、パン食い競争のパンツ版よ。簡単で分かりやすいでしょ。なんじゃそれは。なんでパンツを食べなきゃいけないんじゃ。ああ、食べるってのはちょっと違うわね。口の中に含むのよ。含む？夜桜ちゃん、何興奮してるのよ。興奮？わしは興奮などしとらん。何が悲しくてパンツを口に含んで走らなければいけないのだ。どう考えるんじゃないの、感じるのよ。そうすれば気持ちよくなってくるから。別に気持ちよくなんてなりたくありません。そもそもパンツは履くもので口に含むものではないはずです。あら、そんなこと誰が決めたのかしら。パンツを口に含んでも頭にかぶってもいいじゃない。そういう柔軟な発想が輝く明日を作っていくのよ。そんな明日はいりません。はいはい、わかりました。でもドキ、忍びだらけの水上運動会ポロリもあるよ。をするのは決まったことだからね。早くさっさとパンツを口に含みなさい。
なのね。
どうやら私の勝ちのようね。それはどうかな。え？お前がパンツを食わせたのは面の口、我の口は無事だったようだ。あらら、間違えちゃった。今すぐそっちの口にも突っ込んであげるわ。えい、月仙もパンツを口に含みながらでは力が発揮できなかったみたいね。でも勝負は勝負、あなたたちはもう少し大人の戦い方を学んだ方がいいかもね。ん？こんなのまともな戦いじゃないですって。あーん、ダメダメ、そういうの負け犬の遠吠えはみっともないわよ。さて、というわけで次の種目に行きましょうか。このくらいは当然ね。思いついたわ。おい、次はあたいの出番だよ。第二種目は半蔵学院 VS 蛇女子学園よ。運動会などくだらないとは思うが、だが勝負の内容は何だい。あたいはパンツでも何でも加えるぜ。おい、ちょっとカツネ、さっきから興奮しすぎだよ。仕方ないじゃないか、夏のビーチがあたいを狂わせるんだ。わかります、わかりますよ、葛城さん、夏のビーチは最高じゃ。板倉ちゃんも少し落ち着こうね。盛り上がってるわね。それじゃ次の内容を発表しちゃうわよ。第2種目の内容はお乳転がしよ。そのふざけた競技内容は。相手チームのおっぱいを多くタッチした方が勝ち。簡単なルールでしょ。
なふざけた競技参加できるか。はるか、真剣な質問だ。自分のチームのメンバーのおっぱいをタッチするのは無効なのか。それが OK なら僕は雅のおっぱいを。ニム、その辺でやめとかないと力ずくで黙らすわよ。やったね、リョウビちゃん。この種目ならリョウビちゃんが絶対に圧倒的有利だね。そうね、リョウナ。なんせリョウビのおっぱいは小さいから触ることが難しいからね。って何を言わせるのよ、このメス豚。この種目あたい一人で十分だよ。アスカたちはそこで見ていてくれ。確かに葛城さんの得意分野ですけれど、本当にお一人で大丈夫なのですか。獲物は全てあたいが狩る。あたい以外の誰にも触らせないよ。カツネ、目がいっちゃってる。だが今回に限っては心強く感じるぞ。さあ、おっぱい狩りの始まりだ。カモーン。Shit!
今のは消えたぜ。もう嫌です。ほらよ、忍び転身。狙いを打ってほしい。見慣れよしよし。やりこいつは効くぜ。私がまた負けた、だと？信じられない。こんなに続けて負けるなんて、小学校の時にやった席替えのじゃんけん以来だ。あの時は仲良しのさくらちゃんと隣の席になりたかったのに、じゃんけんに負け続けたせいで掃除箱のそばの席になって、私はそれで雑巾を。
懐かしいな。みんな元気にしてるかな。同窓会でも企画してみようかな。ニアビーしっかりして、現実に帰ってきて。負けたのはミヤビのせいじゃない、ふざけた競技内容のせいだよ。残念だったわね、ヘビ女のみんな。ガツネ、ナイスファイトだったよ。足りない、あたいはまだ足りないよ。これっぽっちのおっぱいじゃん、あたいの魂を鎮めることなんてできないんだ。カツネ、なんで私たちに向かってくるのよ。止まらない、やめられないんだよ。カツネが壊れちゃった。いけません、皆さん避難してください。もっとおっぱいにタッチさせろ。マジで？あたいの蹴りは天下一品だぜ。この技いい感じじゃないか。はいはい、第三種目は月戦 VS 穂村グレンタイね。よーし、今度こそ祈りたちが絶対に勝つよ。お、やるからには熱い戦いをしようじゃないか。第三種目の勝負内容はお尻割りよ。お尻割り？それってスイカ割りみたいなの？そうよ、相手チームのお尻をより多く割った方が勝ちなの。簡単でしょ？簡単なのか？なんか物騒な気がするが。はるかちゃん、大変だよ。みのりのお尻、もう割れてた。というか、決戦のみんなのお尻も、もう割れてるよ。みのりさん、そんなに大きな声で報告しなくても大丈夫です。月戦とか関係なく、お尻は皆さん割れてますから。あらあら、私としたことがうっかりしちゃったわ。確かにみんなのお尻は最初から割れてるものね。はるか様、絶対にその場のノリだけで競技内容を決めてるよね。そうですね、はるかさんの悪い癖です。じゃあお尻は割らなくてもいいわ。相手チームのお尻をより多く触った方の勝ち。うん、それなら大丈夫だね。もうすでに何が大丈夫なのか分かりませんけど、やるからには勝ちたいですわ。その通りだヨミ、勝負となったら全力でお尻を触る、それが穂村グレンタイだ。よーし、みのり頑張っちゃうもん。みんなは応援。あら、みのりちゃんは一人で参加する気なの？みのり、運動会なら負けないもん。だからここはみのりに任せて。
乗り、行きます。忍びごっこの始まりだよ。任務開始。にゃー、トン、この手ジェリー、ヤンジー、イコーさあ、ヤンジー、ジェリー、さあ、ヤンジー、ぶっ飛ばしてやる。みんな切ってくる。ぶっ飛ばしてやる。さあ、さあ、キャン、オブレーション突破。ヘッ、ニャー、ニャー、トン、ヘッ、ヘッ、Yeah!
くほしいな。ないわね、この勝負ちっこくてすばしっこいみのりちゃんが有利だったみたいね。やったよみんな、みのり勝ったよ。すごかったですみのりさん、いつの間にか立派になってわしは嬉しいです。みんなの応援があったからだよ、ありがとうね。みのりよ、みんなにハグするのはいいが、その前に手を洗ったらどうだ。あいつらの尻をいっぱい触った後だからな。失礼な、私たちのお尻は別に臭くないぞ。そうですわ、たとえ極貧生活をしていたとしても川や海などの大自然の恵みを利用して体は清潔に保っています。すまん、別にそういうつもりで言ったわけでは。わしらそんな風に思われてたんやな。わしには感情ないけど、今すごく惨めな気分になった気がするわ。私も心が折れそうだよ。楽しかった運動会も次で最後よ。最後はヘビジョバーサス半蔵で戦ってもらうわ。もういや、私は早く帰りたいのに。不先輩でいいから終わりにして。何を言っているんだ紫、お前も誇りある蛇女の忍び学生だろ。先輩なんて僕が許さないぞ。でも運動会なんて今まで出たことないし、太陽の下で激しく運動なんてしたら。紫、今日の僕はお前に厳しくいくぞ。最終戦はお前一人で戦うんだ。そんな、私一人でなんて無理だよ。私の代わりにベベタンが戦いたいって。ベベタンはそんなこと言ってない。言ってるもん、ほら
紫みたいなクズ野郎に戦いなんて無理に決まってるだろ。このクズには部屋でピザとゲームがお似合いさ。そんな設定なのか、ベベタンは。紫、リョービさん、たまにはいいんじゃないの。お姉ちゃんにいいところを見せてあげても。が言うようなことじゃないけどね。わかりました。私一人で。紫、お前ならそう言ってくれると信じていたぞ。さすが僕の妹だ。じゃあ最終競技の内容を発表するわよ。最後のなんだこの競技は。そんないかがわしい競技を僕の妹にさせようっていうのか。大丈夫だよお姉ちゃん。私お姉ちゃんのために脱いで破ってみだらにポンする。イムちゃん、競技内容はいつもと変わらないから。相手チームの服を破きながら戦えばいいだけよ。ほんまや、いつもわしらがやってることと変わらんな。っていうか、私たちのいつもの戦いってとても変なことだったんですね。せやな、改めて考えると恐ろしくなるわ。わし感情を。感情ないんでしょ、知ってるわ。では最終競技始め。おい紫、おめえは強え、誰よりも強え。クズでないことを証明してみせろ。私頑張る。今のは消えたぜ。
にいればよかったのにね。なんで急にどこかに行っちゃったんだろう。はあ？なんで姉さんの話が出てくるのよ。だって両京姉ちゃんがいたら両美ちゃんのいいところを見せられたのに。そうしたら絶対両京姉ちゃんに褒めてもらえたと思うよ。もらいたかったでしょ、りょうびちゃんも。だってりょうびちゃん、小学生くらいまではりょうきお姉ちゃんに褒めてもらいたくてしょうがないって感じだったじゃない。みだらにパンはこれで終わり。さてさて、あとはあっちがどう出てくるか楽しみね。とやらは終わった感じだね。まったく、何なんだよあいつら。忍びの盆踊りを真面目にやる気はねえな。そうっすよね。きっとさゆり様はめっちゃ怒ってるっすよ。でも私たちとしてはダラダラと遊んでくれた方が助かるわ。その分時間が稼げるもの。カフルの言う通りだね。さっさと櫓を壊しちゃってすぐに盆踊りが終わっちゃう。私たちの目的が果たせないって。うちちょっと思ったんすけど、うちらの目的さゆり様に話した方がいいんじゃないっすかね。もしあのね、忘れちゃったわけ？里のみんなにも内緒にしてるんだよ、あのことは。それは分かってるっすよ。分かってるんすけど、なんだか嘘ついてるみたいで。待て花火、それ以上難しいことは考えちゃダメだって。でも考えないでって言われても困るっす。なんとかなんないもんかね。またやっちゃったんすね。困
めんなさいっす。ほら花火お姉ちゃん、楽しいこと考えよ。頭を空っぽにするのよ。頭を空っぽってどうやってやるんすか。うち頭を使うの。ああまた考え出しちゃった。ダメだって、超体育会系が難しいこと考えちゃう。蓮華お姉ちゃん、いつものやって。じゃないと花火お姉ちゃんがまた爆発しちゃう。あれをやれっていうのか。たまにはカフルがやってくれよ。いつも私ばっかりじゃないか。だって蓮華お姉ちゃんの方がうまいし、私なんかじゃまだまだ無理だと思うな。そうか。頼りになるな。ほんと蓮華お姉ちゃんは頼りになる。てやんねえ、そこまで言うなら仕方ない。ねえ、計算通り。では行くわよ。ポンポコリンポンポコリン、お腹をペロンとポンポコリン。蓮華お姉ちゃんの腹踊りは最高っすね。ポンポコリンポンポコリン、お股をペロンとポンポコリン。回避できたね。どうよカフル、大したもんだろ私の踊りは。うん、本当にすごいと思う。私は死んでも外で腹踊りなんてできないし、したくないもの。なんだって。待って、あっちから人の気配ですよ。どうやら生き返った忍びたち。やっぱうちらも戦わないとダメっすか。そりゃそうでしょ、出ないと忍びの盆踊りにならないし。どっちにしたって向かってくる連中に背を向けたら私が廃る。まあ何もしないと腕もなまるし、ここは一丁ドカーンって行ってみるっすか。そりゃ、ドッカー！
楽勝っすね。今だったらいけそうだな。うん、そうね。じゃ、探しに行くか。時間はそんなにないし。こんなとこにいたのか。探したぞ。さゆり様。あ、違うっす。うちは別に何も。花火お姉ちゃん、興奮しちゃダメ。ドッカンしちゃうって。来たら真面目に忍びの盆踊りをする気がないみたいな。悪いが付き合ってくれるかい？もちろんです。はあ、なんとかうまくごまかせたが、さゆり様にも私たちの目的は秘密にしておかないと。こう見えて結構やるっすよ。サユリ様にお聞きしたいことがあります。ちょうどよかった。こっちもお前さんを探していたんだ。私を？まあ先にお前さんの用からいいな。この世界で生き返った忍びは皆未練といってもいろいろじゃが、まあ成仏できないからここにいるのは間違いないの。そうですか。お前のじいさん、黒影のことかい？はい。ここに来てからというもの、ずっとおじい様の気配を感じていて。黒影に会えたらどうする？もしおじい様に未練があるのなら、亡くなるまでここでずっと一緒に暮らしてもいいと思っています。いやいや、全く分かってないの。そんなことを言ってるようじゃ本当に黒影も成仏できんようになるぞ。どういう意味ですか？言葉で説明するより体で覚えた方がいいわ。それがお前さんを探してたわけじゃ。はい。痛いことするなら混ぜて混ぜて。おうおう、混ぜてやるわ。ただ痛いだけで済む。うそ、痛いよりすごいことになっちゃうの？ヨナちゃん、聞いてるだけでしちゃう。あー、もう最近の若い者はハレンチでいかんな。嘆かわしい性の乱れじゃ。そんなにヨーナちゃん乱れてるかも。見捨てるだけなんだけど。このエロ豚、あんたの口は卑猥なことしか言えないの？しちゃうですって。だったら何でもしてなさい。このリョウビちゃん、みんなドン引きだよ。は？
もうあんたたちのコントには付き合ってられない。めんどくさいから3人まとめて相手にしてあげる。覚悟の違いを見せてあげるんだから。覚悟なんでもないから気にしないで。あんたたちなんかに負けたら私が捨てるんだから。腹立つ。
教えてくれ。Thank you.
ところで甘っちょろい気分を吹き飛ばしてやるわい。